いや本当に、まあ、本当に熱狂したのファイナルの後のシャンパンファイトも盛り上がっておりましたけど、小野寺選手いかがでした、はい、シャンパンファイト。シャンパンファイトですか、はい、いやどんな感じになるのかなと思ったんですけど、本当にやっぱりこのワンシーズン戦ったメンバーでこうやってできたっていうのは本当に楽しかったですね。もう覚えてらっしゃいます、結構こう賑やかに楽しまれていらっしゃいましたけど、はい、そうですね、覚えてます、しっかり覚えてます、はい、覚えた上でかけていただいたんですね。そうです、そうです。あ、そうです、はい、いやよかった、よかった。今村選手、改めてファイナル激闘を振り返ると、はい、やっぱまず1戦目のあのダブルオーバータイム、はい、どんなお気持ちで戦ってらっしゃいました、うん、そうですね、もうダブルオーバータイムの時はもう記憶がないぐらい本当に切羽詰まった状態だったんですけども、本当に第一戦を取ることの重要性っていうのが自分たちが一番分かっていたので、はい、そこを奪い取る気持ちで、はい、プレーしてました、はい、そしてまた優勝の瞬間も大きな声を上げてらっしゃいました、はい、あの時に込み上げてきた感じを改めて教えてください。そうですね、まあ、本当1年間優勝というものをチームもそうですしブースターの皆さんと一緒に目標にしてきて、最後絶対笑顔で終わりたかったので、それができて本当になんか感情が爆発した、はい、感じでしたね、はい、本当にこの沖縄の県内も盛り上がっていたということで、キャスターのお二人も、ね、試合どんな風にご覧になってました、うん、なんかいつ見てもなんかうるっとしちゃいますし、なんか週末本当にキングス一色だったというか、本当に沖縄にとって存在がいかに大きいんだなというのを改めて実感しましたけど、ね、うん、ちなみに試合中沖谷ヘッドコーチからどんな指示があったんですか。水にありました。ないかもしれない。もう言ってもそんなに、まあ、変わらずに本当にいつものことだと思いますね、うん、我慢してっていうことを、はい、常に意識して言われてました、うん、はい、我慢して、はい、あ、我慢する時間であって流れが悪くてもみたいな、うん、このシーズン やってきたことなので、はい、それが言われました、はい、本当に、はい、本当に言われてた、多分言われてます、はい、あんまり印象に残ったことは言われた？ないかもしれないですね。ありますし、ありますし、本当にこっち一丸でね掴んでらっしゃいましたから。いやでもさっきお話にあった横浜アリーナのファンの声援、もちろん沖縄県内での盛り上がりもすごかったですけど、うん、本当にホームのような声援でした。で、ま、試合を終えてファンブースターにも話伺ってまいりましたんで、選手たちへのメッセージこちらご覧ください。去年も行ったんですけど、去年も決勝でした。ご来場いただきありがとうございます。篠浜駅ご利用の方は左側へ。本当にありがとうございます。本当にお疲れ様、本当にありがとうございます。本当にかっこよかったので、本当に彼がお疲れ様ですと、これからも頑張ってください。夢の舞台で弓を見させていただいて本当に感謝します。これからもずっと応援し続けますので、どうかよろしくお願いします。3回まで試合もつれずに2回で勝てたキングスが本当に誇らしいです。来シーズンもキングスを応援してるんで、ゴーゴーキングス。 B リーグのチームで今キングスに勝てるチームはないんじゃないかなと。BJ の頃から応援してたんですけど、16年間応援してきてすごく一番いい試合でした。ありがとうございます。おめでとうございます。はい、温かい皆さんのエールも届いてらっしゃったと思いますが、小野寺選手からするとこのファンの声援どんな風にこう聞こえてました？そうですね、もうアリーナに見た瞬間白本当にいっぱいだったので、でその時、試合中相手のフリースローの時に大きなブースターさんが、大きな声で外すミスを誘ってくれたので本当に、はい、助かりました。何で笑ってらっしゃる。何言ってるんだろう。途中でなんかすごいことになってました。頭の中が、はい、気持ちも高ぶったということですよね。今村選手もやっぱりこの第一戦の時にやっぱりこう千葉が何度も粘ってきてもファンの声でもう一回立ち上がろうと思えたとお話されてましたけど、改めていかがでした？どんな気持ちに聞こえてたんですか、プレーしながら。そうですね、まあ、本当1戦目が本当特にダブルオーバータイムにもつれるぐらい本当にタフなシチュエーションだったので、うん、やっぱりブースターの皆さんが駆けつけてくれてなければ折れてしまうような状況でもやっぱりこうやっぱ声出しも解禁になって頑張れっていう一言で自分たちが前を進むことができたと思っているので、はい、本当に皆さんと一緒に勝ち取れた勝利だったんじゃないかなというのはすごく思います。はい、本当に沖縄中が喜んだ悲願の初優勝になりました。時間にも限りは、ね、ちょっとあるんで、最後にお二方今一番やりたいこと、沖縄に戻ってきてどんなことしたいですか、小野寺選手。
そうですね、とりあえずいっぱい寝たいですね、はい、やっぱりちょっと疲れ溜まってます。そうですね、はい、いや長かったです、嬉しいです、はい、本当お疲れ様でした、はい、今村選手は、はい、本当にね、今までブースターの皆さんにも支えていただいたんですけど、やっぱり家族のみんなにこう支えてもらって、ここまで来れたかなっていうのがあるので、家族サービスいっぱいして食べて飲んで、はいはい、やりたいなと思います、はいはい、そして選手たちの声、まだまだ RBC ではたっぷりとお届けしていこうというふうに思っております。はい、そうですね、ここで RBC からお知らせです。優勝おめでとう琉球ゴールデンキングスの題しまして特別番組を放送いたします。今週の木曜日ですね、6月1日午後2時50分からの放送です。ぜひご覧ください。はい、翔太啓太のお二人というふうにね、去年も番組で出演されてましたからね。レギュラーですかね。そうですね、出演いただければと思います。改めて最後にお二方、一言ずつメッセージいただけますか、視聴者の皆さんに。はい、今シーズンも応援ありがとうございました。皆さんの応援が本当に力になりましたし、まあ、パブリックビューイングとかもやってもらいただいて、本当に僕らの力になりました、うん、SNS 等の、応援も僕らにしっかり届いてたので、今後とも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。今村選手、一言お願いします。はい、本当に皆さんと一緒に笑顔で終われたことを本当に嬉しく思ってます。本当に皆さんと一緒じゃなければこの景色は見られなかったと思いますし、はい、沖縄をもっと元気にという自分たちの理念を結果と思って返せたこと本当に嬉しく思います。今後とも応援よろしくお願いします。キングス今村啓太選手、小野寺翔太選手でした。本当におめでとうございました。ありがとうございました。